MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よす子がお伝えいたします。韓国のキョンギ道のイ・ジェミョン知事は、日本政府が、福島第一原発の処理水を海洋放出する計画を立てていることに関し、これまで体験したことのない、大災害が繰り広げられるように放っておいてはならないと批判していました。が、しかし、韓国、プサンにあるコリ原子力発電所では、1990年から97年にかけて、放射性物質、ヨウ素131を、世界で最も多く排出していたのです。90年からの8年間に、コリ原発1から4号機より排出されたヨウ素131の量は 29.6254 ギガベクレルでした。2番目に多かった米ジョージア州のハッチ原発の1から2号機が 19.91 ギガベクレルで、3番目はウクライナのダンジネス原発1から2号機が 13.608 ギガベクレル。日本の原発では小数点以下6位まで全く排出されていませんでした。いかに韓国の原発が危険なのかがわかる数値です。それに、この韓国コリ原発は事故が多発しており、2007年3月にはコリ1号機で高温水流出事故が発生して、整備作業員4人が重軽傷。また、2012年2月には定期点検中だったコリ1号機において外部電源が停止し、非常用ディーゼル発電機も作動しない全電源喪失事故が発生。この事故を翌月の3月12日まで隠蔽されていました。2014年9月には、コリ原発で溶接部分の定期検査が30年にわたり、指定箇所とは違う部位を対象に実施していたことが判明し、2017年3月には、海洋管理法で有害液体物質を消耗剤として使用していただけでなく、それを海洋投棄していたことも判明しました。もうめちゃくちゃとしか言いようがない韓国のずさんな原発ですが、さらに驚く事態が発生していました。昨年2019年5月に、韓国のハンビク原子力発電所1号機で、原子炉の熱出力が制限値を超えて急上昇したにもかかわらず、運営する韓国水力原子力が即時停止せず、原子炉を止めたのは約11時間半後でした。この事故で、中央日報の記事には、10日午前10時30分、制御棒制御能力測定試験中に、原子炉の熱出力が、事業者の運営技術指針書制限値の 5% を超過して約 18% まで急増。午後10時2分になって、ようやく原子炉を手動停止、関連免許がない職員が制御棒を操作した、当時の現場運転員は関連規定を熟知していなかったと報じていました。いい加減にも程があります。韓国の原子力発電所の3分の2は日本海側にあるのです。日本のことをとやかく言う前に、自国のことに目を向けろと言いたいですね。韓国紙中央日報は、2月19日付で、福島食材、そっちの国より綺麗、日本復興省、輸入規制韓国批判と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。日本当局者が、福島県を含む近隣8県の水産物の輸入を規制している韓国政府を批判した。田中和則復興相は、18日の記者会見で、2011年原発爆発事故が起こった福島県の食材輸出問題について、そっちの国よりよっぽど安全だし、綺麗だと話した。田中復興相は、福島の食材は日本の中でも問題はない、低い放射能の数値だ。韓国の食材の数値も把握しているとしながら、日本は世界中で、最も厳しい基準をクリアしているものを流通させていると強調した。田中復興相は、日本政府が2012年10月から放射性物質であるセシウムの濃度基準を 1kg あたり100ベクレルに強化したと付け加えた。韓国のセシウム濃度基準は 1kg あたり370ベクレルだ。米国は1200ベクレル、欧州連合、EU は1250ベクレルを超えない水準で流通を許可している。韓国は2013年9月から福島など8県で採れた水産物の輸入を全面的に禁止してきた。日本産食品の全品目に対しても
セシウムなどが微量でも検出された場合、追加検査を要求した。これに対して、日本政府は、規制に科学的根拠がなく、自由貿易の妨げになっているとして、2015年4月に、世界保健機関 WHO に提訴したが、韓国政府は、昨年4月に、この紛争で勝訴している。当時、WHO は、世界各国の政府は、裁量的に安全基準を設定することができると認めた。この数値を見れば、韓国で採れた食材を自国内で流通させてはいけないでしょう。それに海外輸出なんてもってのほかですよ。韓国は日本の食材に関して超微量でも検出されたら大騒ぎをしていますが、自国の検査をしっかりしてから文句を言った方がいいですね。そして昨年の日韓首脳会談で安倍総理はムンジェイン大統領に対して科学的根拠を提示して、韓国は福島の130倍排出していると述べています。実際福島第一原発から排出された放射性物質トリチウムの量は年間約1300億ベクレルです。一方、韓国の主要原発であるウォルソン原発は2016年の液体で放出したトリチウムの量が約17兆ベクレルもあり、福島第一原発の約130倍です。韓国政府が偉そうに日本の原発に関してとやかく言う資格すらありませんよ。恥を知りなさい。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。